清水だったのでこれもやるしかないな教えてください。とそうですねみんな多分ほぼほぼ一緒だと思うんですけどオファーを受けた時はなんじゃこりゃとしですねため役って多分ほんとあとにも先にも今回しか多分ないと思うのででも結構なんかそういうちょっと変わったというか挑戦的な一面だったり実験的な要素だったりがある。 こう作品はすごい好きなので、はい、個人的にはもう二つ返事でお願いします二つ返事で言ってそうですね躊躇なく躊躇なく飛び,飛び込みました <laughs> 飛び込みましたか、はい、なんか亀役って言われてなんかこう役作りじゃないですけどなんんかやったたりしたんですかそ,うかそれを結構最初どうすればいいんだと思って亀ってどういう感じなんだろうと思ったんですけどいざこう映像になってみるとやっぱ、はい、まあこう王道と歌ってる、はい だけあり、うん、中身はすごく、まっとうな青春ストーリーになってるので。そ,でねはい、そこに関して、あんまり、こう、なんか、強い。プレッシャーとか、負担みたいなのは、特になく、うんはい、ナチュラルに演じることはできたかなっていうのは、思います。気負うことなく。できたということですね、はい。楽しくやらせてもらいました。はい。そうですね。まあ、本当に、ひろや君と同じ。感覚でしたね。はいはい、でも。 あのーまあ、カエル川どうですかねみたいなところから亀田、誰やるんだろうと思ったら <laughs>、うん、清水君だったので、はい、あこれもやるしかないな本当に そそここの信頼がねねですだって、ひろやくんがこれやるんだっていう体性に僕は心奪われましたね、<laughs> なるほどめちゃくちゃ面白くなるだろうなっていうところで一緒に乗っかりたいなっていうのとうまあもちろんアニメーションも事前に見せていただいたんですけれども、はい、このシュールなタッチが僕の好みだったので非常にあの楽しみでありましたね。なるほど、はい 今聞いて、まさか清水さんが2つ返事だったとはって感じですかそうですね、うん、そんな早かったんだってそんな早かったんだ。び <laughs> っくりしました <laughs> 悩むことなかったんだと鼻炎の改善こつこつやってますかこつこつ頑張ってきましたかれこれ何十年。あ あんまコツコツやるもんっていうイメージないですけどね鼻炎の感じは。そうですねまあ、ちょっと鼻炎持ちだったので結構あの学生時代の頃から鼻よくかんだりとか、うん、鼻水垂れてきて体中ティッシュ入れとくみたいなのが、はい、<laughs> あったんですけど最近こうコロナ禍とかになってあの鼻うがいをしっかりするようになってから、はい、あの鼻炎が改善されたんですよ、ね。え だからその日の汚れはその日のうちに流すっていうのが鼻の改善。そういうイメージで。じゃ今まで鼻うがい全然してこなかったんですか。鼻うがいはしてこなかったです。あじゃなんかあのお薬を飲んだりとかそういうので。あそうですね散らしてたんですけどもう今薬頼らず治りましたね。東大元暮らしですね意外にも鼻うがいでがっつり改善。がっつり改善したっていう。もう鼻の通りはいいですか最近。今日からコツコツ始めます鼻の改善。僕も鼻なんで。あ鼻も一緒なの。 鼻で息すると絶対スピードと音するんですよ。かわいいな。速くなってるやつね。はい、たまにあのロックオンブさんにちょっと広いスピーって音が入ってるから。<laughs> そんなレベル？アフレコの時とかに言われ。結構、まあ、入っちゃうんですね。うん、じゃ頑張ります。うん、じゃ鼻うがい。教えてください。あと。わ、はい、かった。鼻 <laughs> うがいの極意をね後で教えていただきたいなと思います。はいはい